スプートニク5号は1960年にソ連によって打ち上げられた有人宇宙船の試験機。動物を軌道上に打ち上げ地球への生還に成功した初めての例である。スプートニク5号はソ連のスプートニク計画の一つだがボストーク宇宙船の2回目のテスト飛行も兼ねていたためコラブリスプートニク2号と呼ばれることもある。スプートニク5号は オストーク友人宇宙船の試験機であり、生命維持装置を備えた、機密室と大気圏突入のための構造を備えていた。人間こそ乗らなかったものの、ストレルカとベルカと名付けられた2匹の犬や、その他の動植物を搭載し、安全性の確認が行われた。1960年8月19日に、 バイコヌール宇宙基地より打ち上げられ、8ヶ月後に世界初の有人宇宙飛行に成功するボストーク1号と同じ軌道に乗せられた。ボンのラジオ局が世界で初めてスプートニック5号からの信号を受信した。3週目にはスウェーデンのラジオ局がそれを確認した。この宇宙船にはストレルカとベルカの他に40匹のマウス、2匹のラット、 そして数種類の植物が乗せられていた。翌日には、無事地球に帰還し、すべての動植物は、生存が確認された。宇宙船には、犬の様子を撮影するためのテレビカメラも積まれていた。帰還の一年後、ストレルカが産んだ子犬のうちの一匹がソ連から、アメリカの親善プレゼントとして、当時のファーストレディであるジャクリーン・ケネディに送られた。なお、 スプートニク5号の正確な発射時刻をめぐっては、論争がある。セルゲイ・ボイボデンは、その時刻を8時38分24秒、アトックとするが、公式には8時44分6秒と伝えられている。ありがとうございます。